水陸機動団戦闘上陸大隊は、長崎県佐世保市の先辺分屯地に駐屯する、陸上自衛隊水陸機動団直轄の機構下部隊である。水陸両用早期車両 AV7 を、陸上自衛隊の実戦部隊で唯一装備し、水陸機動団を輸送艦から揚陸地点への上陸、上陸前後における部隊の火力支援を主目的とする。 二個戦闘上陸中隊機関であり、大本部及び本部管理中隊、第一戦闘上陸中隊は、先編分ン地、第二戦闘上陸中隊は、クス中屯地に中屯する。本来は、当初から愛浦中屯地に付属する先編分ン地に、中屯予定であったが、分ン地建設が遅れたため、愛浦中屯地に、暫定的に配備されていた。部隊自体は新編であるが、 AV-7 が舞台実験用として配備されていたクスチュートンチの第4師団第4戦車大隊を母体としている。第4戦車大隊は2018年3月26日に舞台廃止となり、翌27日に戦闘上陸大隊と西部方面戦車隊が編成された。AV-7 の操縦訓練は水陸機動教育隊や第四戦車大隊で行われていたが、初期は 米国海兵隊キャンプペンドルトン海兵隊基地で行われていた大隊長が先編分屯地指令職を兼務する特筆なき場合先編分屯地に駐屯ありがとうございます